そして後ろ足は陸上では全く使いません。陸の上に上がってくると小さく畳んでいます。一見小さく見えるこの後ろ足ですが、はい、実はこのように大きく広がります。泳ぐときはこの後ろ足を使うんですね。それではアドラスたちの体の特徴を他にも紹介しましょう。アドラスたちの体型はとてもぷっくりとしています。ですので一見すると体が硬そうに見えるんですが、実はアドラスの体はとても柔らかいです。では実際どのくらい柔らかいのかご覧いただきましょう。はい、こちらのアドラスにご注目ください。今体を持ち上げてくれていますが、かなり体が曲がっていますね。さらにここから膝すぼらのところまでもやるんです。それはね、とても穏やかな体をしています。でそして今背中のところに曲がっていたんですが、首の周りも柔らかいので頭と背中を引けることもできます。はい、アドラスたちとても穏やかな体をしていますね。それではアドラスの体重も紹介しましょう。この5番のアドラス、割と小さく見えるんですが、実は体重は結構重いんです。ちなみにこのプールにいるアドラスたちの中で一番重いのがこちらにいるようですね。名前はタコと言います。仰向けになってバイバイさせていきますが、はい、こちらのタコ、体重は100キロ近くあります。小さく見えますが、実はね、体重かなり重たいです。はい、そしてこのプールで暮らしているアドラスたちの中には、この篠崎マリンワールドで生まれたアドラスもいます。後ろのトレーナーの方をご覧いただきますと、昨今のアドラスが比較しているんですが、もう一枚と一番小さなアドラスがまだ4歳の子供のアドラスです。名前はアツミと言います。今ちょっと前に出てきてバイバイをさせていますね。はい、とても可愛らしいですが、あちらのアツミはまだ4歳です、ね、そしてアツミにはお兄さんがいます。ちょうど今私の近くにやってきてくれたこちらのアドラスです。ラズキのお兄さん、名前はゴンフリと言います。このゴンフリ、そして後ろのアズキ、ちょっと変わったことができます。名前を呼ぶと返事をしてくれるんです。アドラスは普段ほとんど声を出しません。では皆さんにゴンフリの声を聞いていただきましょう。では名前を呼んできます。ゴンフリ、聞こえましたでしょうか。そんな声で大丈夫です。ゴムリ、はい、後ろで足も泣いてくれてますね。この声も忙しくそれぞれ違いがあるんですよ。じゃあ普段あまり聞けないアドラスの声お聞きいただきましたところで、アドラスのバックライディング終了させていただきます。どうも。